こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は小生九時に来たるです。これは小生九時に来たり月食新地に下るによる語で、意味は古寺に鐘の音が響き渡り、月の光が新地新しい池を照らしているということです。おごそかに聞こえくる鐘の音、静かに池の表を照らす月の光、それぞれを尊い仏の説法として捉えた時の感動が描かれた句です。それでは今から小生九時に来たるを書いてみます。ここまでご覧いただきありがとうございました。